はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。はい、今日は何ですか。ワンピースギャル語クイズ。いやいや、わからん。ワンピースギャル語クイズ、それ今からワンピース用語を全部ギャル語にしてきたんで、それで何の用語かっていうのを当ててもらいたいと思います。どういうことも全然わからん。ギャル語にしてきたんでとか普通に言ってるけど、このギャル文字ですね。ギャル文字ね。ギャル文字、誰かのセリフとか。セリフとか、人物とか。なるほどね。で、セリフはあの漢字だったらギャル語になるやつがあるんで、はいはい、ひらがなにしてからやったりしてます。はい、やっていきましょう。それでいきましょう、はい、お願いします。ちょっともう全然なんかその想像がつかないね。どうなってんのかマジで全然わかんない。画面で見れるのね。じゃあ一問お試しやりますか。あ、はい、一問そうね、お試し。上からのパターンあんまない。お願いします。おー、ウソップ正解です。なるほどね。イエーイ、いって。いやいや、例題でしょ。ギャル文字になってるね。あー、なるほど。なんか暗号みたいだね。こういうのギャル文字ってやるの。こんなギャルいる。令和にこんなギャル。今でもちょっとあってらしいですね。あ、やるんだ。え、ちょ、いい、一個意味はあるの、この、こういう時代にする。よし、聞いてくださいよ。全国のギャルに聞けよ、今。ゆきぽよさんに。一応、ゆきぽよさんに。ゆきぽよさん、見てねえよ。どういう意味なんですか。ゆきぽよ見てねえよ、この動画。カットだよ、お前、こんなの。さあ、じゃあ、これいきます。あ、なるほど、分かった分かった。いいよ。いや、ちょっとこれ勝ちたい。はい、1問目。はい。お願いします。俺すげえ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 。あ、でもなんかさ、ちょっとさ、デザイナーに頼んだ感じみたいなの見えるね、なんかね。なんなのこれは。おしゃれ文字って意味なの。ね、なんかそう見えるんですね、ちょっとね。あ、面白い面白い。よし、いって。2問目。はい。お願いします。はいはいはい。糸糸の実。正解。これなんで？の実？もうそれが飲みなんだ。そうなんです。へぇ、まあこれはひらがなガチの歯はやめてよ。おじさんのガチの歯はギャル語に対するガチの歯出さない。やばいやばい。あ、そう、面白い。これは意味があるのか。おじさんだからもう意味どうこうを求めるのはもうおじさんの発言だから。まあここまではいけるよね。だって糸糸って今書いてあったもん。ね、俺も分かったもんね。では行きます。はい、お願いします。痛い、痛い。ほら、シャンクス。正解。もう俺、あれだわ、ナレッジに向けて。早い。この何、早押しのメンタルになってるわ、もう。今、もう全部勝ってるよ、俺。3点取った。準備は1点取ったじゃん。いや、最初のは例題でしょ。最初のは例題でしょ、シャンクス。入ってないの、あれ。俺3点。ちょっともうちょいむずいのにしてこ。うん、でも意外とね、そんなむずくねえか。いきます。お願いします。ポーネグリフ。今見てねえんじゃん。違います。ああ、今おっしゃったもんね。いやいや、分かったよ。リオポーネグリフ。正解。いや、分かった今のは。本当に分かった今。だってもうさ、見た瞬間欲しいだもんね、今。だってポーネグリフって見えたんだもん。リオ、リオ、なんでよ。そんぐらいいいじゃん。ダメだよね、ちゃんと読まなきゃダメだよね。いいじゃん。あの問題文読まなきゃダメですから、結構試験っていうの問題文読まなきゃいけないんだ。あー、そうか。いきます。お願いします。当たり前だ。すごい、すごい、すげー。早い。ちょっと分かんなかった今。よし、アナニソ前何かとかなんかね。あたらしてんすね。いや、これはだから意味があるのかい。何回言うんだよ。これから楽しいんじゃないですか。身内取りみたいなことじゃないですか。遊びかけて。あと、あの、あれだよ、そのアイデンティティの構築ですよ、結局は。はい、次行こう。はい、お願いします。ちっちゃ、ちっちゃ。あ、分かった分かった分かった。勝負の世界にギナに。違います。もったいない。勝者だけが正義だ。正解。なんて言った今。もう一回リプレイで見たい。なんつった今。勝負の世界にギナに。いやいや、なんでギナに。最後さっきター読めてたのにさ、ギナに。あーあー、そういうことか。当たり前だ、当たり前だ。取ったよ、ほら。うるせえ。1にめっちゃうるせえ。僕1ぐらいですか。僕1ぐらい。いきます。お願いします。
あ、わかった。背中の傷は剣士の味だ。おぉ、すごい。なんか全然なんか背中よか、背中よかって。俺は5点分でしょ。あ、これむずいね。すごいっすね。むずいね。得意ですね。だから分かるんだって。俺結構分かんなかったから。分かるの？本当は分かるの？今までが簡単だっただけよ、だからね。そういうこと。ね。急になんか偉そうになったけど負けてますから。だってコーディグリフ分かったし、でも、いやいや、そだからもう、しょうがないよ。言ってもしょうがないよ、だからもう。え？言ってもしょうがないんだ。勝者だけが正義なんだから。そうなの？そうよ。お願いします。命がもったいない。え、早い。え、早い。それは早い。正解。それは早い。え、すごい。ほんとだ。すごい。だから言ったじゃん、本気出せば。え？な。いや、なんか一回さ、あの、違うものに見えちゃうともうダメだね。なんか一回あれってなっちゃうともう読めなくなっちゃうわ。でも郷さんでも落ちてきたとか。あれ何語ってないんだろ。あれ、ちゃんと数えてよ。お前ふざけんなよ。え、もっとやってなかった。もっとやったと思った。追いついてきてるから、ほら忘れちゃった。言ったじゃんね。いきます。はい、お願いします。ハンコック。正解。急にスロット投げてきたの。早いよ、待てよ。やーい。これはちょっと簡単ですね。4点、追いつくぜー。あと1点やばい。はい、いきます。お願いします。あー、仲間がいるよ。正解。分かったのに。2人とも早いですね。今のは分かった。今のは分かった。分かったのにな、今のは。早押しが痛いのよ。ケイさん、本当に早押しで来るから。そうだよ、やっぱ早く行かないと。いきます。はい、お願いします。行きたい。早っ。早っ。正解。はい。すごい。一回スイッチ入ると読めるね。読めるな。行きます。はい、お願いします。わ、新しい時代にかけてきた。正解。よしよしよし。すごい。そうだ、すげえ。むずこれ。これむずい。なんか、なとにがいっぱい、たがいっぱいあるね。すごいっすね。いっぱい書いてあるよ。俺もなんならもう新しい時代ぐらいで、もうそこで行くしかないね。知識で。コツは、コツはそこよ。いきます。お願いします。あれ、なんだこれ。え、ダメだ。なにこれ。え、言っていい。うん。シシソンソン。正解。あー、本当だ。本当だ、すげえ。今、いいだと思ったもんね。うん。いいソン。え、なんだと思ったけど、でもあれ、詩で読んでみたら、詩詩、あ、ソンソンだみたいな。これすごいね。すげえ。すごい。すげえ。今、なんてないですか。わかんないっす。ポンコツすぎる。誰も数えてねえの。はい、7対5だ。7対5。意外といい勝負。いい勝負。いきますよ。はい。そんなに？そんなむずいのか。お願いします。うわ、長いな。え、なんだ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ。芯がある。もったいな。そんなミスある。もう一回、もう一回いけます。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ。芯がある。もったいない。あれ、この後のセリフが出てこない。なんだっけ。もったいない。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ。自信がある。正解。もったいない。そんなことある。あ、そこまで言ってそんなことあるの。そこまで。じゃあその後セリフ忘れちゃってて。すごい。じゃあもう普通に読んでるってことなんだ。すげえな。それが逆にすごいですね。逆、ちゃんとこの問題の趣旨で乗っとってやってるんだ。そうだよ。よし、行きます。はい、お願いします。わー、やべえ。未来の海賊王。今押してから読んで。未来の海賊王の仲間がなれねえか押す。未来の海賊王の仲間がなれねえか押すんじゃねえ。仲間がなよなよするんじゃねえ。なんだここのセリフ。いいですか、いいですか。待って、このセリフ忘れちゃった。未来の海賊王の仲間がよ情けねえ顔すんじゃねえ。正解。やったー。エネルの時何見えてんだね、ルフィ。そうそうそう。あ、そっちのセリフか。ゾロもそんなこと言ったから。一生懸命読んでる。じゃあラストにしようか。今9対5ですよ。はい、チャンスくれよ、じゃあこれで。で、これで答えたら追いつきます。出た。お願いします、システムね。追いついたらもう一度行きましょうか。行きますよ。はい。
願いします。なげてめえの正義も面影もツッチもいい背負んだよ。え、韓国語最後いい背負んなよってな。てめえの正義もってやつよ、それ。いやいや、言ってくださいちゃんと。さっきまで渡ってるよ。もうそこからも分からなくて。てめえの正義も謎をもかう神うかうがっつちもいい三い三世おっつんだよ。何言ってんの、何言ってんの、何言ってんの。ちょっと待って、俺もやべ、ちょっと言ってんの。そうだ、でもこれ結構長いからね。てめえの正義もさぞ重かろうが、こっちもいろいろ背負ってんだよ。そうそう、それそれ。そのセリフ、そう、あったあった。そのセリフはあったよ。でも細かいニュアンスはわかんない、ニュアンスはわかんない。勝者は高橋さんですか。そうですね、俺勝ちました。勝者は僕です。やりました。そんな感じになりました。今日見てくれてありがとう。人生チャンネル登録、グッドボタンお願いします。通知ボタンもオンにしてね。Kさん頑張ったって思う方はぜひグッドボタンお願いします。よろしく。はい、じゃあラスト Kさん、はい、一生懸命読んでください。ちゃんと押すんだこれ。あんなにひーつにゃなくなりゃあよ、お礼よ、まれよ、じめてだから、初めてだから、お礼にしようつの一つをつさせません。もう全然何言ってんのか。じゃあこれコメント書いてもらおう。そうだね、コメントで皆さんぜひこれなんでしょうか、書いてください。はい、明日の日もまたね。だからお願いお願いします。チャンネル登録。